サウスポートランドはアメリカ合衆国メイン州カンバーランド郡に属する都市であり、州内では人口で第4位である。1895年に設立され、2010年の国勢調査では人口2万5002人だった。実用的なウォーターフロントで知られ、ポートランド港に接し、ポートランドのスカイラインやカスコアンの島を見渡せる。サウスポートランドは空、海、 陸の交通手段へのアクセスが良いため、小売業と製造業の地域中心となってきた。サウスポートランドは、ポートランドサウスポートランドビデフォード都市圏の主要市である。建造中のリバティ線、1942年8月、サウスポートランドは1630年に、まず開拓され、多くの農場がある、小さな住居社会になっていった。 1895年3月15日、公共浄水源についての意見の食い違いに基づき、ケープエリザベスと田元を分かって、町として自治体化された。3年後に姿勢が敷かれ、浄水は、ポートランドと同様、市米語庫から得られることとなり、ケープエリザベスは井戸あるいは地元の水源を使うことになった。1940年、 トッドバス鉄造船会社が設立されて、イギリス向け貨物船を建造した。アメリカ合衆国が第二次世界大戦に参入した時、この造船所は、サウスポートランド造船会社を含むように拡張され、後に合併して、ニューイングランド造船会社となった。これらの造船所は、長さ440フィートのリバティ船236隻を建造した。 これは戦時に建造されたリバティ船の10%以上に相当した。その最盛期には3万人以上を雇用していたが、その中には従軍していなくなった男性を補うために採用された数千人の女性も含まれていた。1945年に終戦を迎えた後、造船所は次第に創業を止めていった。造船所の跡は今も残っており、 バグライト公園には造船所と労働者の記念碑がある。この公園にはバグライトと一般に呼ばれたポートランド防波堤灯台もある。サウスポートランドのウォーターフロントにはポートランド港を守るために1808年に建設された軍事基地であるプレブルトリデがある。南北戦争第一次世界大戦及び第二次世界大戦などアメリカの関わった。 紛争時に運営された。プレブルトリデの近くにはスプリングポイントレッジ灯台があり危険な岩礁を示すために1897年に連邦政府が建てたものである。最近の数十年間でサウスポートランドはメイン州の小売り中心になってきた。1950年代に建設されたミルクリークショッピングセンターはメイン州で 最初のショッピングセンターだった。一つの長い屋根の下に一列の商店街と多いのある歩道があった。ミルクリークショッピングセンターはその後大きく変化して成長したが最初のレイアウトが現在も店舗群の核になっている。ウォーターフロントマーケットと呼ばれるミルクリークの地域はカスコアン鏡のたもとにありスカボロー。 ケープエリザベス及びポートランドからの買い物客を引きつけている。ポートランドの中心街が成長する小売市場を吸収できなかったので、1960年代のメイン州では大きなモールの需要があった。モールを建設する場所として、サウスポートランドの元は豚農場だったところが選ばれた。そこは、週間高速道路95号線に近く、 ポートランドからも自弁だった。1960年代遅くにメインモールの建設が始まったことで、サウスポートランド西部の大きな変身が始まった。田園の農場の風景が今日ある大きな小売業の中心に変わった。サウスポートランド最古の地区で、そのもと小売回廊はフェリービレッジである。カスコ湾橋ができる前は、私船がポートランド港を行き来して、 乗客や貨物を運んでいた。フェリービレッジの景色や住人の体質は第二次世界大戦時造船所の閉鎖で永久に変えられた。ビレッジはゆるりと立ち直り、市内の住宅地区として人気のある場所になっている。フェリービレッジには南メインで最も活動的で関与の強い町内会の一つがある。 フェリービレージ自区保存協会は1985年に結成され1980年代の開発ブームに乗ってウォーターフロントとポートランド大都市圏の多くの地区の性格を急速に変えた。フェリービレージ自区保存協会はサウスポートランド土地信託結成を推進し、また利用可能な空間を獲得するための元手を供給する市営土地銀行を作った。 サウスポートランド市は市政委員会、シティマネージャー方式をとっている。市政委員会は市民に選ばれた7人の委員で構成されている。市内5つの選挙区から選ばれた5人と全市から選ばれた2人である。市民は有権者登録している地区だけでなく5選挙区すべての候補者に投票できる。市政委員会が市長1人を選出するが、 これは主に儀礼上の肩書きである。市長は、市政委員会の議長を務める。市政委員会は政策を作り、条例を可決し、予算割り当てを議決し、市の全体ビジョンを策定する。市政委員会は、日常の市政運営を監督し、委員会が決めた政策を実行するためにシティマネージャーを、指名する。シティマネージャーは、市のコインであり、 その義務と責任を規定する契約を結ぶ。理想上シティマネジャーは非正当であると考えられている。2007年12月、当時の市長であるジェームズ・ソウルが、その就任演説で、サウスポートランドは、南メインの他の部分とともに、メイン州から脱退して、新しい州を創設すると提案したことで、メイン州だけでなく全国紙の見出しを飾った。ソウルは、 メイン州政府を圧政的な政治体制と呼び、サウスポートランドは南メインの他の都市や町とともに受け取っている教育資金以上の税金を州に納めていると言った。サウスポートランドがメイン州を必要としているよりもメイン州がサウスポートランドを必要としているとソウルは主張した。ソウルの提案は州議会やバルダッチ知事から酷評され、 知事の広報担当官はそれを愚かで非生産的だと言った。この提案は支持を得られずソウルは追求しなかった。ソウルは2008年の市長選挙で再選を求めたが6票対1票の大差でトマス・ブレイクに敗れた。ソウルが自分に投票した1票だけだった。サウスポートランドは 北43度37分54秒整形70度16分22秒北43.63167度整形70.27278度43.63167-70.27278に位置するケープ、エリザベス、ポートランド、スカボロー及びウェストブルックと境を接するアメリカ合衆国国勢調査局による報告では サウスポートランドの地域全面積は14.3平方マイル、このうち陸地が12.0平方マイルであり、水域は2.3平方マイル、水域率は16.15%である。建設中のスプリングポイントレッジ灯台、1951年以下のリストの太地は、ビレッジ、車体地は地区である。バグライト以下は二千六年の国勢調査推計による、 人口統計データである。ポートランドのパイプラインに石油を供給する石油タンカーサウスポートランド市は郊外と考えられているが実用的なウォーターフロントと大規模な小売業中心で表されている多様な経済である。毎年数百万バーレルの石油がサウスポートランドで見上げされるポートランドモントリオールパイプラインがあり、ポートランド港に入る内陸向け貨物の大半を 占めている。ニューイングランド最大の鉄道駅である、リグビー駅は1922年に、ポートランドターミナル会社が建設し、現在も使用され、パンナム鉄道の一部となっている。サウスポートランド市には、技術系会社である、フェアチャイルドセミコンダクターの製造設備と、世界本社がある。またナショナルセミコンダクターの製造設備もある。メインモールは、 州内最大かつ最も繁盛するモールであり、毎年多くの買い物客を引きつけている。メイン州最大の空港、ポートランド国際ジェットポートの主滑走路は、サウスポートランド市域に入っている。旅客ターミナルは、ポートランド市内に入っている。サウスポートランドには、多くの公園や空間がある。その中でも歴史ある。 グリーンベルト歩道はいくつかの地区を横切り、港が見える3マイルの舗装道路である。ミルクリーク公園は、サウスポートランド中心街にあり、美しい景色の池、橋及び、バラ園がある。この公園では、サマーコンサート、アート・イン・ザ・パーク、休日の樹木ライトアップ及び、陶器のアイススケートなどいくつかの行事が開催される。その他に、新しいレクリエーション施設である。 ウェインライトファーム、40エーカーの森と2つの池がある、ヒンクリー公園がある。市のウォーターフロントには、レクリエーション用マリーナがいくつかあり、この地域では、最後の無料海岸である、ウィラードビーチもある。その他の見どころは、以下の通り。サウスポートランドのマリーナ、ポートランド市を望むサザンメインコミュニティ、カレッジサウスポートランドの公立学校には小学校5校。 中学校2校、高校1校がある。サウスポートランド高校では、約1000人が学んでいる。市内には、私立学校も2校ある。高等教育機関としては、アンドーバーカレッジ、ハッソン大学、サウスポートランドキャンパス、ニューイングランドバイブルカレッジ及びサザンメインコミュニティ、カレッジがある。市内のニュースを報道するいくつかの地元メディアグループがある。 サウスポートランドセントリーは、市内の行事やニュースをカバーする、無料新聞を発行している。購読数は1万7000部であり、住民に無料で配られている。ザ・カレントやザ・フォア・キャスターのような地域新聞は、サウスポートランドの問題や行事をカバーしており、ケープ・エリザベスやスカーボローにも配布されている。市がスポンサーとなっている。 地元テレビ局 SPCTV があり、タイムワーナーケーブルの2チャンネルで放映されている。ありがとうございます。